ヒトデカズラフィロデンドロンセローム、ケイコフは、里芋科の植物。直立する茎から大型の葉を出し、葉心は大きく裂ける。大型で、茎は直立する。茎は木質化し、葉が脱落した後は、円形の半紋のようになって残り、後に、そこから太い気根が出る。茎の太さは、計1 0トルに達し、表面は、肺褐色。葉は、 茎の長短の部分から多数が集まって出る。傭兵は長さ1メートルに達する。葉心は全体としては三角状甲卵形をなし、角質、新緑色で光沢がある。大きさは30から100センチメートルになる。葉心は右上に深く裂け、基部の裂片はさらに右上に裂ける。なお、幼い植物では、葉は丸くて裂けないが、3年目くらいから切れ込むようになる。 花は日本では5の6月に溶液から出る。仏縁法は長さ30センチメートルで緑色。内面は白く、基部は筒状になり、肉母蛇は白。倉庫なしゃは、小金虫かカブトムシやか、スジコガネモド貴族のエリアセリスエマージノタが独占的に担っている。肉ミノル蛇が四世紀の開花期を迎えると、夕方の白母時に仏縁法は、 匂いで、いいエマージの他を誘引し、内側の白くて、明るく見える箇所に引き付けて、そこにある肉組乗る花女に放火させる。この時、以前に他の花女で、他の株の花粉を付着させている答えがいると、花女の中の雌花の中東に花粉が付着して受粉が成立する。雌花の受粉能が失われ、大花が開花して薬から花粉が溢れ出すまでの間、仏縁法は、 匂いと発熱で、いいエマージの他を、仏園法の内側の肉みのる果樹に止めさせ続ける。果樹にびっしりたかったいいエマージの他が、有生期の果樹からの花粉にまみれると、仏園法は、誘因刺激を喪失し、倉庫なしは、果樹から離脱して飛び立っていく。このサイクルが繰り返されることで、竹樹粉が成立する。南アメリカのブラジルからパラグアイにかけて分布する。 大ヒトデカズラピーバイパナティフィダムは本種によく似ていて、より葉のレッペンが数多く、また葉裏の葉脈が桃色を帯びる。観葉植物として栽培される。いわゆるフィロデンドロンの代表種である。故障としては、学名かな読みのフィロデンドロンセレウムも用いられる。大型で立派なために、植物園でもよく栽培されている。体寒性もあり、霜に当たらなければ越冬できる。 日本では、昭和初年に、小石川植物園に持ち込まれた。なお、本種とピースピーシオスサムとの交配種があり、これをピエバンサイという、大型で美しいものである。以下、種として、園芸植物大辞典、P1995 浅山ほか、P187 ホンダほか、P538 浅山ほか、P187 ホンダほか、 P538 朝山ほか P187 ハットゴッツバーガー G シルバーバウアーゴッツバーガー I アルファクッテリービジュアルアトラクションオブエリアセリスエマージノタツーザインフラレセンセスオブフィロデンドロンセロームバイアトラーピカ23から28園芸植物大辞典 P1995 朝山ほか P187 園芸植物大辞典 P1995 ホンダほか、P538 園芸植物大辞典、P1995 ありがとうございます。